では有権者の皆さん、実際何を争点に投票したんでしょうか。街の皆さんにお話を聞きに長岡さんが行っています。長岡さん。はい、岐阜県岐阜市 JR 岐阜駅のすぐ近くにあります飲食店街にお邪魔しています。現在の様子としますと、やはりコロナの感染者数も少しずつ増えてきているということで、やはりいつもよりも少なくなっているということでした。そんな中で皆さんにお話を伺ったところ、やはり経済対策に対しての意見が非常に多かったです。はい、物価が上がっている、さらには消費税が上がっている、うん、こういったところを抑えてもらわないと普段の生活もなかなか厳しいんだ、どうにか変えてほしいという意見でした。スタジオの河合さん、はい、やはりこの普段の生活、こういったお金に関しては皆さん意見多いですね。うん、そうですね。そして大人だけでなく子どもたちに影響、その僕最近びっくりしたのが、駄菓子がすごい値段が上がっているので、これからの未来のね、未来がある子どもたちにも影響していくっていうのが心配ですよね。本当にそうだと思います。そんな中、物価高がもろに影響を受けます。この辺りで6店舗を影響しています。社長にお話を伺いたいと思います。失礼します。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。どうも。さて社長、はい、今回の選挙、争点としましては、はい、一番大事にしたのは何でしょうか。やはり経済対策をしっかりしてほしいと、その一点です。そうですよね。はい、物価高というのは、はい、やはりお店を経営する方にとってはかなり影響出てますか。はい、もうかなり影響があります。はい、6店舗ありますので、その分6倍ですね。はい、物価の上限はもう限界はもう見えてますか。いや、それがまだまだ上がるという感じで、業者の方に言われてますので、これからがね、怖いぐらいですね。はい、まだ上がります。すでに上がっているのに、はい、もっともっと上がるというのもう予告されている。そうですね、もう言われてますね。そんな中で、はい、例えば商品、今回おでんありますけど、こういった商品たちのお値段は上げているんですか。はい、値段は上げてないです。はい、はい、いわゆる値段を上げることでお客さんが離れてしまう、はい、そういった怖さがある。はい、もちろんありますし、なんとかギリギリまでこう頑張ろうという気持ちでいっぱいです。はい、一方